1932年ロサンゼルスオリンピックの日本選手団は1932年にアメリカ合衆国ロサンゼルスで行われた1932年ロサンゼルスオリンピックの日本選手団。なお、ここでは台湾、朝鮮出身者も掲載される。選手名及び所属は1932年当時のもの。競泳800メートルリレー。右から横山、豊田、湯ざ。 宮崎、陸上競技日本代表も、三照役員、山本忠興役員、山岡真一役員、三浦義夫役員、馬場譲役員、はす博ひ役員、沖田義夫役員、小山豪一役員、高田通食卓、古川義三郎食卓、春すがひ食卓、大川幸三食卓、加賀一郎シャペロン、塚聖園シルビアシドニーと400メートル、リレー女子チーム。 左から土葬、中西、村岡、渡辺役員、松沢一角役員、野田和夫役員、杉本津大役員、島崎康政役員、野村則夫役員、阿部輝太郎役員、白山玄三郎役員、柳田徹るシャペロン、白山博子食卓、田中義夫食卓、深山隆役員、大谷武一役員、高木武夫役員、下、津谷俊夫役員、 二宮文右衛門役員、宮沢隆役員、石川明役員、下田達夫役員、佐藤新一役員、広瀬藤志郎役員、東ず郎役員、無区厳盛寺役員、松島孝次郎役員、長井久夫役員、綾井い虎吉職宅、深澤聖介職宅、富田勝義役員、大島又彦役員、湯さ孝平職宅、横沢角造加密工人団長、 平沼良造本部役員、今村直吉本部役員、郷隆本部役員、高島文雄本部役員、佐藤武雄本部役員、渋谷敏光本部役員、波端政治本部役員、野津健本部役員、野口岩三郎本部役員、李性、司本部役員、斉藤和夫本部役員、川澄公明本部役員、ダーギン本部役員、中野五郎本部役員、 塩原定蔵他に IOC2 名、かのうじごろを岸士一含む日本からアメリカへ向かう戦中でお乗り合わせたインドのグルガとソンディがインドはアーリア人でアジアの連中とは人種が違う日本人はもうこの出身だと発言し日本選手一同は訓撃前回アムスティルダム大会の金メダリストという誇りを持っていた鶴田義行は 尊敬を海に投げ込もうとした。尊敬が謝罪したことでことなきを得たが、当時の国際社会における日本人の評価を伺える出来事となった。日本選手団、特に競泳での活躍は日系アメリカ人に大きな影響を与えた。前年の日米対抗水上競技会で日本人がアメリカ人に勝てることは日系人の間でも知られていたが、一部には実力を疑う人もおり。 ある日系2世の若い女性は、日本人が白人に勝てるわけがない。勝つとか、強いとか言って、歓迎会をやってもらいたいのじゃないか。と発言して、高橋茂雄を怒らせた。彼女らはオリンピックでの日本選手の活躍に共嘆し、終了後の歓迎会では口々に、先の比例簿を浴び、祖国を見直した。本当にありがとう。と感謝した。またある所領の日系一世の男性は、 電波多政治に握手を求め、これまで街中で、お前は日本人かと白人に問われても迫害を受けると思って、無視していた。さっき道の真ん中で聞かれ、そうだ、俺は日本人だと答えたら、日本の水泳選手は素晴らしい、おめでとうと手を握られた。アメリカに渡って27年、俺は日本人だと腹の底から口に出してこんなに嬉しいことはなかった。と熱く語った。 帰国途上で帰港したハワイでも、現地在住の東本願寺の層から日本人として、肩身が広くなった。どれだけハワイの法人が自信を増したかわからない。と感謝された。この経験を通して、田畑はスポーツを通した、相互理解、勝つことの素晴らしさを実感し、オリンピックを重視する姿勢の基礎となった。ありがとうございます。